你吞灰的チュー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 、もうちょっとしたら平成も買います。おお、楽しみ。みんな家出るの早いね。ちょっと早くない？そんなもん。まだ7時半ですよ、朝の。なんか湿度ん？41%なんだけど、低いのかな。めっちゃ唇がバリバリなの、めっちゃ痛くてヒリヒリする。肌もパサパサなんです。やばい、乾燥機じゃないや、加湿器をつけなきゃ。かっちゃん、花束ありがとう。 DJ マスさん、花束ありがとう。もう加湿器の時代、あ、時期ですね。皆様も乾燥にはお気をつけ。もうめっちゃここも腫れてね、赤いんですよ。痛くて痛くて仕方がない。ヨッシーさん、ウッキーありがとう。オーケーピースさん、ハルトもありがとう。節分制だからドキドキワクワクドキドキワクワク、久しぶりの公演だから、ちょっといけるかな、最後まで体力が持てばいいですけど、そこ心配、そこ。トウモロコシさん、花束ありがとう。へい、みんな一緒に
昔からおじいさん花束ありがとう。イエ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 イ。チッチッチッ。森あかりたいやつはどうにも近くにもここへ来い。おじいさんかわいい、ありがとう。すっぴんすっぴんですよ。めっちゃむくんでるけど、目がむくんでる。顔はそんなことないけど目だけむくんでる。これやばい。まあ生きてたらそのうち取れる、きっと。え、どこまで読んだっけ。ゆうじさんかわいい、ありがとう。花束もありがとう。きまえさんもかわいい、ありがとう。これまたニキビができました。これも新しい、わかんない、これできた。今日一日過ごしてたらそのうち塗り薬は皮がむけるんですよ、肌の皮が。そういえばあれ薬のせいなのか乾燥のせいなのかわからないんですけど、皮が最近むけるから。昨日はその塗り薬塗らずに寝ました。そしたらニキビができた。でもなんかそういえば皮がむけるかもとか言ってた。皮がむけたりないですかって言われて、はーいとか言ったんだけど、でも分からん、薬のせいなのかな。普通に乾燥してたから皮がむけたのかもしれない。どっちか分からん。でもこれ顎にあったニキビはもう治ってニキビ跡になってる。次病院に行った時は言ってみようかーって。ちょっと出てきます。いらっしゃいから DM 見ます。お、ありがとうございます。楽しみ。ニキビの油、え、わかんない。何の癖なんだろう。塗ったよって言われて、お、綺麗って。病院に一人で行ってないの。え、病院一人で行ってないんですよ。ママちゃんと行く。次病院行くやろ、血多分そんぐらい。ネタンサイで MM、 ありがとう、今日行きます、ありがとう。うやー、
嬉しい、やったー。これから朝銭湯、いいね。今日人生初めして声が前発注されたんです。嬉しい、ありがとう。ガイナス、花束ありがとう。まさかまだ上がってない上がってますよ。そんな一日とかしか効果がないやつじゃない。どれぐらい上がり続けるんだろうね。1ヶ月ぐらい上がってるのかな。ヨルツメラって喜んでたゴルツメカたち。そうなの。なんで座り席少ないの。ずっと座りさっきだけだったのに、みんな座り席でいいのにね。なんかそんなずっと立ってるなんて。でも4列目って前なんじゃないの。結構前じゃない、4列目って。ごやつめに、ずっと立ってるなんて辛いやん。立ち見って辛いよね。みんな座ってた方が楽じゃない。そんなことないのかな。だって公演2時間とかあるけど、ずっと立ってる。 MC の時は座るのかな。椅子があればある。すごい、トウモロコシさんありがとう。ブースに土地を優先で投げてみる。そうなの、すごいね。まあ確かに立ってた方がテンションは上がるけど、なんか声出せないこの時期に立ち見ってきつくないかって私は思った。いや2時間立ちっぱなしか、退屈だと思わないように私たちに頑張らなきゃね。じゃあっという間やないかーいって思ってもらえるように頑張らなきゃね。地味な最高列、いやそれは泣くわ。最高列、しかも背が低かったら
かわいそうだね。背が高い方は結構あれだけど、背が低くて後ろにいたらはーってならない。でもあ、でもそっか、エディオンホールのステージってちょっと高めにできてるから意外と見えてるのかな。確かに立ち見席も座席決まってるの、立ち見のここですみたいな。あくびが出ました。立ち見の位置も指定されてました。あ、そうなんや。床に番号がある。あ、え、あ、そうなん。朝ごはんなんだろうね。わからない。なんか食べたいね。楽しみ、今日の生誕祭。おしゃっていただきます。いってらっしゃい。わ、なんか今日生誕祭って感じがしない、全く。なんか今日平日だと思わなくて、普通に8時に目覚ましかけた気がするんだけど、ほら8時から目覚ましかけとったわ。え、じゃあ朝の目覚ましは何だったんだろう。朝めっちゃ目覚ましになってさ。かっちゃん、ハートありがとう。今日平日でした。そう、なんか9時とか10時とかに配信しようと思ってたら今日平日だった朝や、今日平日やんって。平日のこと忘れちゃうよね。そんな生誕祭平日にやるなんて予想もしてなかった。平日だって分かってるけど平日だって思わなかった。平日なのは知ってたのに平日だと思わなかった。今日も頑張ります、一生懸命。なんか、うん、昨日が日曜日だということがあんま信じられない。
お腹が空いてきたね。生誕祭 DM メール、ありがとう、嬉しい。今日はみんな見てくれる。今月2回も声出る。あ、そっか、イエーイ。そう、今月は自分の生誕祭とユミリンの生誕祭も出れることになって、楽しみにしてる。しかもユメリの生誕祭は日曜日だし、会場が大きいよ。楽しみ。その大きい会場でお声できるなんてね。ユッシーさん、ハットありがとう。しかも昼公演は2期生の2周年公演だし、ありがとう。今日の生誕楽しんでいきたいと思います。ではランキングを読んでいきたいと思います。13位マッシーさん、ありがとう。12位かっちゃん、発車でこと、こちゃこそ。11位トモロクスさん、生誕祭楽しんでね、楽しみにしています。いってらっしゃい、マイハン応援してます、ありがとう。楽しんでいきたいと思います。10位かえちゃん、ありがとう。9位ヨッシーさん、気持ちは最善打線で遠く離れていてもマイハンを全力応援で目に焼き付けます。最高なに幸せな一日になりますように、ありがとう。マイハッチはマイハッチのマーク、朝配信ありがとう。今日はついにまたマイハの17歳の生誕祭だね。世界一楽しい声になるといいね。マイは副反応もなく元気いっぱいなので魂だけ気丈よくてどっかで盛り上がってます。おお、よかったね、副反応なくてよかった、ありがとう。7位ダイルソー、ありがとう。6位ブックエブさん、ありがとう。5位ユウさん、ありがとう。4位ダイルソー、ありがとう。第3位 DD マシさん、ありがとう。第2位昔からおじいさん、ありがとう。そして第1位はヨッシーさん、ありがとう。あ、ランキング変わって13位かっちゃん、配信ありがとう。これから広島に向かいます、生誕祭楽しみ、素敵な一日にありがとうございます。ジェニー、トモロカシさん、ジチアックくん、ありがとう。あとみんな読んだかな。あ、9位チーター読んでないか。アザハイシありがとう。生誕祭楽しんできてね。ペンライトと幸せなパーカーマットを持ち出ました。おお、ありがとうございます。楽しみにしてます。こんな感じで皆様、今日も一日頑張りましょう。今日という日は皆さんにとって素敵な一日となりますように。
せーの、はっち。ではまた明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャ。生誕祭よろしくお願いします。楽しみましょう。イエーイ、バイバーイ。